そしたら、僕あまりにも説教がひどかったみたいで、次から遊んでくれなくなりました。はい。そうですよ。だけどバイクってやっぱこけた下が当たるんですよね。やっぱこの怖さが。ゴーザーさんは転倒歴とかあります？結構。はい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 。ご苦労様です。立ち動きになります。もう一度こう精神がこう崩壊するとちょっと続けますからね。はいはい。なるほど。お疲れ様です。やっぱ世の中ね、誰かがこうね動いてくれてるから回ってるんですね。で、私らはこうやってね油を炊いてガソリン屋さんを儲けさせるという。なんかそうです、そうです、はい、そうです、そうです、そうです。今からタコ飯を食べてね、また漁師さんとそこのお店が助かると。フレッシュマート哲也さんっていうね、これ多分哲也さんっていう人がやってるんですかね。で、ここからもね、伊美港って言ってフェリーが出てますからね。いろんなとこからフェリーが出てますよ。インジェクションなんでゆっくり走っても被らないでしょ。いいですよね。うわっうわっですね。あ、でも僕はだけ無視なんですけど。初めて。この先自動販売機がある、ところかな。来ました。もう平山先生がこんなとこ来るのめったことにないからね、今日会えたライダーは幸せと思いますよ。はい、ここに止めましょうかね。やっぱ3台で 2個でいいよね。はい、道の駅国見に来ました。超安全運転でしたね。本当ありがとうございます。本当早いですね。それからナンバー見て、とりあえず動く程度にちょっと持ったらいいと思います。今年の GP はどうやろう。ああ、どうやったらいいの。24か、6か、7か、あんまりどう今年を一緒に来てくれればいい。去年、一昨年見に行って、去年も行こうと思ったら、なんとコロナになれたらいいの。川で会ってくれれば一番行きやすいんですよ。川崎、今日は川崎ばっかりですね。多いですね。
すぎて。まあ気をつけて、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ですね、道の駅でもやっぱり平山さんのカリスマ度はやっぱ話しかけられて、やっぱすごいですね、対応が。平山先生のね、やっぱぜひね、平山先生に会ったらあの話しかけてください。恥ずかしい？恥ずかしくないやろ。格好アルカイダみたいな。いやちょっとゲリラ集団みたいな感じですけど、いい人なんで、ね、よろしくお願いします。じゃあ、今から国東半島の今半分ぐらい来てますんで、そのまま下に下りまして、別府市の十文字丸、この山の方に行きましょう。ではちょっと今度走りますので、はい、ではよろしくお願いします。じゃあ行きますね。ピローンっていうのは今何の音？はい、じゃあ安全運転で行きます。かなりスローモーション。おお、景色いいっすね、ここ。了解、ちょっと待ちましょうか。マジだな。SL? SL? SL じゃないよね。海がすごいって言ったの？海に来てたの。了解、了解。ありがとうございます。